い春と書いて青春。キャンパスライフってええな。俺も若い頃に戻りてえや。で、あれ？講義を受けている方々は僕より年上っぽいけど、皆さんは立東市内に住むシニアの方々です。今日のイチオシは立東100歳大学。県内には100歳以上の長寿の方が637人いらっしゃいます。また100歳以上の方は年々増加していっています。まさに超高齢社会。立東市内在住の65、66歳を対象に全国初の取り組みとして始まった立東100歳大学。この日はいつまでも住み続けたくなる安心な元気都市立東の構築に向けてと題して講座が開かれました。寿命が延びまして人生100歳時代が到来しつつあります。健康寿命を延ばす方法として第二の義務教育、働く、遊ぶ、奉仕をする、そして感謝をするという重要な事項をですね、行って長生きをしてよかったと心の底から思えるような社会を作りを目指したいというように思っております。こちらの池田さんは立東100歳大学の卒業生。卒業後も世話人としてつながりを持った活動をされています。その一つが卒業したメンバーと一緒に立東駅前のチャレンジショップで地元野菜や手作り作品の販売をしておられます。チャレンジショップの経験で充実した人生には仲間との交流が大切だと分かりました。そして次の活動として仲間との新たな交流の場、活動拠点をオープンしました。みんながあそこに行けば何かあるっていう、そういうたまり場にしたい、まず一つは。二つ目は地域の方々、特に高齢者の方々と交流を深めて我々が高齢者の方に学ぶことで、もう一つは高齢者の方の何かサポートができれば、その拠点にしたいというふうに二つの目的でここをお借りしました。活動拠点のオープン当日、皆さんでハイキング。立東100歳大学で新しい知り合いができたり、夫婦の会話や外に出る機会が増えたり、ちょっとしたことがきっかけで生きがいや健康づくりができるんやね。家でこもりがちですので、なんかこういう機会があったらみんながつながっていくのでね、自分の健康のためにも社会のためにも大変いいなと思ってます。自分自身を磨きながら何かお手伝いできたらいいなと思ってます。私は大阪でずっと仕事やったんで、この地域の人とは全然交流なかったんで、もうこれが非常に大きな収穫です。立東市は元気都市立東を掲げています。立東100歳大学卒業生は自分の健康を守りながら地域のために力を伸ばしていただきたいというように思います。物事を始めるには年齢は関係ない。今からでも遅くはない。僕も健康で長生きして家族や地域を笑顔にしていきますよ。さあ今日はこの辺で、お後がよろしいようで。